こんにちは、サムさん英文法の時間がやってまいりました。本日220回目の問題はこちら。サムさんパート5だと想定して考えていただけるとよろしいかと思います。制限時間は3秒でお願いします。サムさん、悩んでいる方いらっしゃるかと思います。ではポイントはこのあたりですね。主語と動詞が逆転しておりますので統治が発生しております。じゃあ皆さん、なぜ統治が発生するのか、皆さんその状況を思い出していただけるとよろしいかと思います。もちろんこれですね、否定の副詞が先頭にある場合に統治が発生しましたよね。ただ皆さん、これをご存知の方は何かいらっしゃるかと思いますが、そもそも否定の副詞というのはどういうものがあるのか、下にまとめていきたいと思います。皆さん、まずカッコ1、まあ、これは有名ですよね。 not、 そしてカッコ2、 never、 そして h で始まる単語と言われたら hardly、 ほとんどうにゃうにゃないという意味でしたね。そして o から始まる単語は only、 うにゃうにゃしかないということでよろしいかと思います。そしてカッコ5番、 under、 no circumstances。 皆さん、このカッコ1から5番まで、ここまでならご存知の方もいらっしゃるかと思います。ただカッコ6番、 on no account。ですから、TOEIC の公開テストにこれがもし出題されたとしても失点する方多いかと思いますので、未然に防いでおきたいと思います。さあ、皆さん問題戻ってくださいね。もういけますね。もちろん正解は A ですね。ですから、 On no account must you leave your car unlocked、 自分の車を鍵をかけないままほったらかしにしたら絶対ダメですよ、ということで強調しているんですね。ですから皆さん、興味さん、このあたりご存じない方でも次のテストに向けてこの後の音をお取りになっていただいてもよろしいかと思います。ですから、否定の副詞は一体どういうものが出るのか、この6つを押さえておけばバッチリです。